すみません、今日は朝ね、はい、警察みたいな言ってなんか事件かみたいですね。事件かなんか。でもなんか大したことなかったようです。あ、そうなんです、ね。なんか何事件というか、はい、何かあったんで来はったみたいなんですけど、はあはあ、でもそんな大したことはなかったよって言ってくれました。はあはあ、はい。うん、なんか大きな事件とかではないって。ではないと。はい、朝やったから結構みんな見てて。そうなんですよね。あとね、それ通ってた時にね、はあ、電動の自転車みたいなのをここ乗りながらよく行くんです。最近多いから注意するんですよ。乗ったらダメです言うんですけど、ちょっとマナーひどい。そう、あれはね、押していかんとダメなんですけど、シャーッと行かれたりしてね、言ったらまた降りはるけどまた乗ったりしてはるからね、見かけたら注意します。夜中でもこのまま乗ってそのままエレベーター乗って見てないからと思ってやりはるんです。パッと乗りやすいでしょ、あれ自転車よりね。だからよう乗りはるんですよ。駐輪場じゃダメなんですよね、あれ。あのね、あのお部屋、基本的にね、お部屋にも来たらダメですってことがあんま言えないみたいなんですよ。ああ、そうなんですか。うんうんうん、それがダメって言えないので。ああ、それで、でも乗ったらダメなのは絶対ダメなんで、ですよね、それは乗ったらダメですっていうのは注意できるんですけど。自転車には持って上がれると、電動自転車も、なんていうんですか、持って上がれるんですけど、上がれるんやったら上がっていいんですけど、部屋の中じゃないとダメです。廊下の奥はダメみたいな、そういう規則があるんですけど、その持って上がったらダメとかはないんですよ。なので駐輪場借りんと、そのね、部屋に持って上がられる方もいると思うんですけど、基本的にはでも駐輪場をお願いしてるんです。基本的に自転車専用のエレベーター使ってほしいですし。ですよね。そうなんですよ。ちょっと嫌ですよね、あれ乗られたら。そうなんですよ。だから部屋に持っていたらあかんって注意できないから、乗るのはもう絶対ダメなので、それは注意してるんです。しかもね、ああいうなんて結構火災も多いから怖いんですよね、今。そうです。あれで充電されて、もしそういうことになったらっていう。充電のやつって結構馬力出るんで、当たった時とかもすごい怪我になるし。ちょっとマナー悪い人多いですよね。そうなんです。だから乗るのもダメなんか、あれパッと乗れるでしょ。パッと降りれるから、人の目を、私らの目を盗んで乗りはるんですよ。だから。なんかそういう定例会でそういう議題に挙げれないんですかね、こういう苦情が出てたとか。それは上げれます。苦情出てたんで、ちょっと何とかしてほしいっていうことで、駐輪場に置いてほしい。話してほしいみたいな、とか、駐輪場を止めるようにできないのかって話してほしいっていうことは挙げれるので、言っときます。お願いします。はい、わかりました。